ファーディナンド・エイベルファーディナンド・エイベルは19世紀のメジャーリーグベースボールの球団オーナー。現ロサンゼルス・ドジャーズの創設者の一人。1880年代当時、エイベルはロードアイランド州のカジノのオーナーをしており、1883年にニューヨークの不動産業者だったチャーリー・バーンや、ニューヨーク・ヘラルド氏の編集者ジョン・ジェテイラー、ジョセフ・ドイルらと投資グループを組んで、 ブルックリンを本拠地にするプロ球団の創設と本拠地となったワシントンパークの建設などに多額の出資をした。エイベルは20世紀初めまで主に球団の財政面を担当し、1890年のプレイヤーズリーグ創設の際は支配下の選手を高級で優遇し流出しないようにしたという。この年戦力の落ちなかったブルックリンはアメリカンアソシエーションから ナショナルリーグに倶えし、リーグ優勝を手にすることになる。また1898年から1899年にかけ、ブルックリンがボルチモアオリオールズを九州合併した際にも主導的な役割を果たしたという。エイベルは1907年にドジャーズの経営権をチャーリー・エベッツ二条として球団経営から退いた。ありがとうございます。